今日は町中華ですね、のスタカレー、揚げおのにゃんにゃんのスタカレーですね。これを行きつつ、あと新しいね調味料どんどん買うんで、古いのはどんどん使っていきたいんで、これも使い切ります。前からあとニンニク、豚ラー油、これでや肉を、豚肉を炒めて乗っけます。じゃあそれで行ってみたいと思います。にゃんにゃんのスタカレープラスこのニンニク、豚ラー油の焼肉って感じですかね。できました。こんな感じですかね。にゃんにゃんのスタカレーに豚ラー油を使って、残った豚ラー油を全部使い切ってスタ丼ですね。だからスタ丼カレーって感じですかね。あとパクチーも残ってたんで使って温玉を乗っけてみましたけど、じゃこれでいろんなものを使ってみましたけども、いってみます。今日は金麦の冬の味にしてみました。最高です。じゃあこのスタ丼カレーね、いってみます。このニャンニャンのねスタカレーのところをまずいってみます。どんなものなのか、いってみます。なんかカレーっていうよりは、なんだこれ、カレーなのかな、豆板醤の味が強いですね。カレーっていうよりは中華ですね。いや完全にこれはお手製のスタ丼になったら、いってみます。うまいです。あのなんか豚バラの味が思いっきり出ててバッチリですね。スタ丼とスタカレーのところ一緒に、これ全然間違いない味ですよ。うまっ。このやっぱりなんだろうな、パクチー入れると全然アクセントになりますよ。味に深さが出ますね。で温玉割っていきます。そのまんまガッツリといきたいと思います。たまんない。これに温玉が合わないはずがないですよ。じゃあ最後に豚バラとカレーも全部混ぜこぜていきます。これはうまい、最高です。今日はなんかあったかいんですかね。でも曇ってんですよね。朝ちょっと雨も降ってたしね。もうでも今月も終わりっすね。シュガーとかまだですかね。今日やなかったら明日の可能性が高いですよね。そこはちょっと僕見れるかどうかがちょっと微妙なんですよ。まあなぜかというと、ちょうど昨日半年分僕はシュガーのプレミアム買うんですけど、切れてたんですよ。でまた次買うんですけど、買うまでにはなんかあのアプリのシュガーの課金の仕方がちょっといまいち難しくて、クレジットカードじゃなくて僕はコンビニでやってるんですけど、それがまだ出てこないんですよね。だからもしかしたら明日プチッと切れたら見られない可能性もあるんで、もしそしたら誰か撮ってる人いたら見せてくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、とりあえずは見れたら見るんですけどね。読んできますね。ライドさん、こんばんは。ファーストラブ待ってました。2日間で全部見たのですが、なんだか場面が過去現在の代わり、何これ納得しない。もう一度ゆっくり見て納得。タケルさんの普通が出たり、チャラ麦田っぽいとこもあったり、面白くもありますが、私は春道の気持ちになって涙しましたってことですね。ネットフリックスのアプリをスマホで見ましたって言ってるんですね。そういうのもあるんですね。いろんなやり方があるもんなんですね。別な方、こんにちは、お疲れ様です。たびたび LINE してすみません。ライドさんが私のつまらない LINE を読んでくださるのがとても嬉しいです。ファーストラブ昨夜で5話までですが見ましたと。他の方は2週とか3週とか、すごいですね。本当言うと前回お話ししたようにちょっとがっかりして見るのをやめようかなと思ったりもしたんですが、ところがどっこいだんだん面白くなってきました。ゴーはとても感動的な場面がたくさんあり、ちょっと涙も出ました。冷静に考えたら、タケル君が私たちをがっかりさせるような作品を作るわけがないですよね。ちょっと大げさですが、タケル君を信じきれなかった私が間違ってました。まあまあまあ。まあでも作品の問題ですからね。早くファーストラブ前編を見たいと思います。今夜はスイッチインタビューでしたっけ、昨日ね。
楽しみです。長くなってすいません。夜中に気分が悪くなりましたが朝治っていたので出勤しました。ライドさんもお体にご自愛くださいねと。皆さんの意見とかだと何回か見てるとだんだん引き込まれるみたいなのも多いですよね。ちょっと見てるとね。こんばんは、ライドさん。今日から毎週月曜日深夜番組でこいつがあります。あ、そうなの。ネットフリックスファーストラブ初恋感想ですが、やはり高校生役の春道くんとたけるくんが違いすぎて少し違和感がありましたが、満島ひかりさんもそうです。だけど映像といすごく綺麗で、まるで韓国ドラマを見ているみたいで、息を飲み込むぐらい見てしまいました。たけるくんは濡れ場はファンとしては覚悟して見た方がいいと思いました。しばらく頭から離れるまで時間かかりました。全体的な日本を代表するラブストーリーだと思います。めちゃくちゃ泣けました。あ、泣けたんですね。全く泣けないっていう方もいましたもんね。わかんないですね。それも人によるんですかね。次の方。こんばんは。ファーストラブを全制覇しました。あ、全部見たのね。若い時の春道と大人になってからの春道は演じ方がよく似てますね。どちらもいい感じですよ。よくあるドラマだと思います。たけるくんはこいつの時から比べるとお顔がごつくなったと感じました。また違うたけるくんを見たような気がするけど、二人のラブストーリーのように思えるけど、キャストさん全員を大事に映したドラマだった気がします。よかったですよ。ライドさんはこれから見るのであまりお話は控えておきますね。キャストがいい演技をしていました。私は若い頃の二人が何ともニオニオでした。ライドさんも楽しく見てくださいね。寒くなってきたのでお体にお気をつけてお過ごしください。そうですね。他に出てる人たちもかなりいいキャストですよね。向井治さんとか、キョンキョンとかもですもんね。そういうの楽しみですよね。あと、スイッチインタビューの話も結構皆さん多いですね。スイッチインタビューの話はまた後でしますが。こんにちは。ファーストラブ、2週目完走しました。2週目でボロボロ泣いてしまって、1週目とはまた違うところがいろいろ見えて、思いや感じ方も変わりました。ネタバレしないように書くのがむずいのですが、佐藤健という俳優はやはり、顔の表情でもちゃんと感情を表すことができる。無二の存在だと改めて知りました。彼の思い世界へ届いてくれって感じです。まあ、2週目って方もねいらっしゃるんでね、まあ、そこら辺はネットフリックスの強みですよね。僕はですね、この話が一番ねなるほどと思ったのがあるんですよ。なるほどと思ったのがあって、先日ファーストラブ初恋について LINE した時、何かが違うと言った件です。何か分かりました。それは身長だと。満島ひかりさん162センチ、カホさん164センチ。そしてモネちゃんが152センチ。全然違うんですよね。当然ですけど。このタケルさんとの身長差が私のハテナの原因の一つです。一つのようです。いつもはすっぽり包まれてしまうのが常だったのでと。だこれは大きいんじゃないかなとちょっと僕はコメント読んで思いましたが、そうですよね。こいつずっとの違和感を感じるのって、身長差って絶対大きいと思うんですよね。たけるくん自体がね、そんなに大きくはないので、モネちゃんとちょうどいいんですよね。モネちゃんがちっちゃいってね。だからやっぱでも、満島さんとか、カホさん、大きいですよね。女性にしてはね。まあ、スタイルもいいですから。そうなると、たけるくんと大差がなくなるので、同じぐらいの身長同士の恋愛って。まあ、そういうカップルもいっぱいいますけど、なんだろう、ラブストーリーってなると身長差って結構案外僕は一つの要素だと思ってるんですよね。多分そこのマッチングも考えて普通はキャスティングする気がするんだけど、ファーストラブは、多分まだ僕は見てないけどね、見てないんだけど、なんとなくですけど、満島ひかりさんがたけるくんを推したっていうところがあるじゃないですか。で、満島さんはインタビューでも、佐藤健と自分が、私が一緒に画面の中にいる違和感を楽しんでほしいっていう言い方もしてたので、身長差とか、そういうのも含めて、なんか、満島さんが持ってるなんとなく世界観のリアリティを出したかったのかなぁなんていうふうに深読みしたりとかね。まあ、皆さんの話を聞くと、春道ってのは本当に普通の男を演じてるって言ってるんで、こいつって、あの身長差も含めて普通ではないですよね。もう本当にどっぷりとした、絵に描いたようなとか、もともと漫画ですけど、漫画の世界のラブストーリーなので、あの理想的な身長差っていうのは必要だったんでしょうけど、今回は普通の男だっていう話を僕は聞いてるんで、普通の男の普通のカップルだったらこれぐらいの身長差の方が僕はリアリティがあると思うんで、まあ、そういう面なのかなと。でそこに対しての違和感を感じるっていうのは
僕は絶対あるかなと思ったりしてます。まあそんな感じですかね。